い、こちら、紅花、これ飾ってからだいたい10日目ぐらいなんですけど、ちょっとね、私が、ミスっちゃって一回お水切らしちゃったんですね。で、ちょっとこのヒペリカムはなんか無事ですけど、ちょっとカリカリになってきてます。お花自体はこれはまだ咲いてるんですけど、これはまだ咲いている状態ですね。他のもの、これはお花が終わってきている状態です。だいたい終わってきましたね。そしたら紅花はまだこれくらいの状態だったらドライフラワーにできます。そんなにすごく難しいことじゃ、全然難しいことじゃないので、これ今出しましたよね。で、一回ここ水道で、まあ、こっちにはあまりかからないようにして、よくぬめりを取って洗います。洗った方がいいですね、やっぱりバイキン取った方が。そしていつもみたいに輪ゴムをかけるんですけど、よいしょ、少しだけしっかりめに止めます。で、そしたらこの輪ゴムで針金、あれでもいいですよ、針金ハンガーじゃなくても全然いいんですけど、ハンガーありますよね。もうこういうとこでもいいんです。 ここでもいい、全然 OK、 かかりますよね、こうやって。何使ってもいいので、これで部屋のまず水がかからないところ、まあ台所とかお風呂場、洗面所以外だったらそんなにかかるものじゃないと思います。 できるだけ風抜けがいいところがいいです。直射日光は当たらない方が色が綺麗に残ります。まあ、紅花の場合はそんなに考えなくても色残ります。で、お花によってはやっぱり残りにくいものがあります。紅花はもともとちょっとドライ向きですね。このまま干しとけば大概綺麗にできます。だから風がね、抜ける場所の方がいいんですね。窓辺とかでもいいんですけど、窓辺の場合は雨がかからないように気をつけてください。で、これもこのまま吊るしておけば、まあ、状態、環境によってどれくらいでカリカリになるかっていうのはちょっと分かりません。場所によりますので、まあ、でも触ってみてこれも完全にパキパキになったなと思ったら、この別にハンガーに吊るしとく必要ないので、外して、でこれ自体をまたキッチンペーパーとかで包むとドライの花束になりますよね。それでどっかに飾るとか、そうやって使うことができますので、やってみてください。ドライ向きのお花なので、これから夏場、ちょうど生花はあんまり持たない時期になるので、ドライにして楽しんでみるのはありだと思います。